松潤さん、こんばんは。速稼塾の久保です。今回ですね、草薙剛さんがついにご結婚されたそうですよね。いや、本当におめでとうございます。同じ40代としてね、結婚したい女性とできたっていうこの喜びはね、よくわかります。草薙剛さん、46歳だそうですよね。私の結婚した年齢よりもちょっと上ですね。私43歳で結婚しましたんで、お付き合い始まったのは40歳だったっていうかね、知り合ったのが40歳だったんですけども、草薙さんは芸能活動されていながら、一般女性と、やっぱりご縁を大切にされたんですよね。思えば草薙さんっていろんな俳優業をやる中で変わった役ばっかりだったんですよね。まあなんかすごく激しい役とかね、それからおとなしい役とかね、ちょっとこう首をかしげるような役とかでも、その全てを演じきりましたけども、これからは素敵な旦那さんとしてね、一家の主として、そして奥さんを愛する一人の男性として素晴らしい人生を歩んでいくのかなと思います。その中で、ね、松潤さん出番ですよ。草薙剛さんという SEO タイトルでね、なんか一つ放送してみたらどうかなと思うんですよ。今年1年はあまりいい年じゃなかった。でもその中で、こういう風なね、最後にとってもいい話が聞けた。これは40代男性に一つの希望を与えることだと思うんですよ。私も40代で結婚した者としてね、恋愛がものすごく燃え上がった立場の人間として言いますけども、やっぱ40歳でね、男性40歳で愛する人と一緒に、ね、なるっていうのは、これはねすごく喜びだと思いますよ。20代30代での出会いや恋愛も貴重な若さとの、歩みだと思いますけども、40代っていうのはそろそろ人生のまとめを考え始める頃ですよね。その頃に、これから歩むべき人が、パートナーが決まるっていうのは、これは感慨深いなと思いますよね。ですんでね、そういった40代の方、草薙剛さんのご結婚にまつわるね、関する思いをなんか曲に込めるとしたらどうなのかなっていうことと、草薙剛さんに送るとしたらどんな曲なのかなと、夜空の向こうですかね、やっぱりね、セロリですかねわかんないですけども、あとね、こういうふうに40代で結婚を考えられていたりとかね、恋愛に対する憧れを持たれている方にどんなね甘いメロディーが聞くのかなってことをね、ちょっと考えちゃいますね。1年を振り返るでもないですけども、自分の半生を振り返るっていう意味では共通のところがあるんじゃないですか。壊れかけのレディオかな。徳永英明さんとこどうですかね。松潤さん、また素晴らしい放送を待ってます。では、いってらっしゃい。